C&C ってカレー屋初めて行ったんだよ。あ、はいはい、死肉にもあるんですよ。横のおっさんがさ、ゲップをさ、2回綺麗に長く言ったの。ありえなくね？いや、まあ、ありえないのは分かるんですけど、 C&C 今風評被害が行きましたね。そう関係ないけどさ、 C&C イコール俺の中でもゲップになってる、おっさんのゲップになってるわけよ。それがファーストインプレッションだもんね。そう、初めて行ったのよ、 C&C に。まあ安くていいなと思って食ってた。最初うまかったのよ、うん、そのゲップの音色を聞いた途端本当にもうまずくなって、残したからね、米最後気分悪くなって。たまにありますよ。いや今さ、なんかわ今の若いやつだと言うじゃん。俺おっさんとかの方がねまだ悪いんじゃないかと思うんだよ、最近本当に思う。あ、ゆうことさ、あいつ腹今膨れてんじゃん、電車乗ってんのね。で、カバンにその赤ちゃんいますみたいな、はい、つけてる。あの席変わってくれる人、だいたい若い人、もうおっさんとかこんな感じ、おばさんとか。あとおっさんだとなんか微妙だよね、席譲られる対象でもあるでしょ。まあなあ、まあそのそのおっさんにも譲るかもしれないけど本当に疲れてるのかもしれないけどね、うん、おっさんも席譲れるおっさんだろ。譲れるおっさん、譲れるおっさん劇場劇場じゃねえ譲れるおっさん人形でもいいひと昔前はなんかこう、今の若者はとかさ、温かみが昔の方があったみたいな言うじゃん。いや、そのいい人もいるんだけど、俺ね、どうもなんか最近おっさんのマナーの方がね、気になるんだよね。わかりますよ、おっさんおばさんね。俺まさにやって到来もそうだもん。あの番組、だから若者の女が料理作れなかったら、はぁ、できないね、今の若者はみたいな言うじゃん。笑ってるやつできてないから、多分やらしたら。スマホとか多分パソコンのエクセルのやり方とかやらしたら多分できないで、多分みんな。それと一緒だよな、いじめだもんあれ。公開処刑みたいな。公開処刑でしょあれだって、うん、弱いものに言うのはいいけど言われるのは嫌だみたいな感じでしょ。どうかと思うよあれ。味噌汁とかさ、基本的なやつだったら分かるけど、で18とかさ19の子にやらしたってしてるわけよ、カレーの煮付けみたいなさ。そんなできるわけないじゃん、そんなさパッとさ。それでさ、できなあ、ダメだねみたいなさ、それっていじめじゃね。老害番組。あ、老害だよね。おっさんたちって後半もそうですけど、自分の考えは絶対楽しいって思ってる人が多い。そうだね、そう固まってるよね、年取って。あ、固まってる。だから俺が傲慢の若造って言われちゃうんだよ。そうっす。あ、いつか分かってくれるといいわねみたいな、勝手な人生経験で。そうそうそう、てめえと同じ人生歩んでねえし。いや、ちゃんとしてる人いるよ、確かに。いるけど、ちょっとね、最近は目にハマるな。会社で、例えば、まあ、そういった会社で偉い身分の人がいるじゃないですか。それで、他の男でも自分は偉いよって思ってるやつもたまにいるじゃん。いるね、いるね。あれが納得なんですよ。俺から見たらただのおっさんだよ。役職なんて関係ねえから。ただのハゲだから。ただのハゲだから。ただのハゲ。ただのハゲだから。やっぱね、こう年取ってもね、年下に敬語使えるような大人になりたいな、もう思う、うん、本当に思う。それは老害って言われたくないね、自分が年取った時に。なんかいいなこのおっちゃんって言われたい。他人に気を使えない人多いじゃないですか。電車の中とか特に思うわ、もう慕う人がしてんの。特になんかそういう変な顕著に現れるのおっさんが多い。この間もおっさん同士喧嘩したし。何なのおっさん、見にくい争い、ほんと見にくい。ぶつかったぶつかってないとなったらしょうもない争いでしょ。あ、けど俺もお前見た、多分40代ぐらいだけど、おっさんじゃん。やっぱり男2人で無言でこうやってずっと胸ぐらつかみ合ったの。シュールすぎたんすね。無言なんだ。一言も発してないの。え、何これ何これと思いながら。おっさんが後ろにいたやつが、失礼します、すいません、あかさまに肘でガッてやってたんですよ。結構みんなもう嫌がってる感じだったんですよ。そのおっさんも酔っ払ってて、でも酒飲んでて、もうふっちゃふっちゃってきて、ちょうど次新宿だったんで、お前俺と
何喧嘩ってんだろう、何なのこれ。ちょっと大悟がアウトレイジーだった。珍しいっすよ、こんなダーク大悟が。ひよってんだ。ひよってんだな、ひよってんだな、お前よ。何名なんだよ。いいこと言ったみたいな。確かに、だから電車の中で本当にイライラする率が高いのはおっさんが多いんだよ。まあ分かりますよ、おっさん、おっさんが多い、まあ、おっさんが多いですからね。おっさんが多いまあ元々率が多いから、そうだね。どうしてもね、働いてるおっさんが多いからね。働くおっさん結構します。殴ったら終わりなんだよね。そうね、釘刺すぐらいがちょうどいいです。そしたら全然反省するし、どうしたらいいかな、そういうやつ。腹立つやつ、悪意あるやつ。今僕みたいな肘つ、肘つ多いのよ。満員電車でバーンってドア開くじゃん、うん、ちょっとすいません降りますって言えばいいのに、うん、もう明らかに押すやつ、うん、これ、うん、こうおっさんを押してくるやついますよね。おっさんが多いの。降りるし、一言けど降りないやついるよね。おっさんの、それもいるんすよ。意地系のおっさんいるよね。そうそう、絶対もう一緒か、お前、お前ドアの真ん真ん中じゃねえかみたいなやついるじゃん。この会話何回してんだよ。いや、肘打ちか、本当に腹立って、で、俺もやろうとしたけど、もういないの、どっか。あの残りの髪の毛全部引きちぎってやろうかと思う。下ネタとか言うじゃん、俺ら。そこは、そういう下品な行動はしないよ、俺ら。ゲップをさ、飲食店でパーッとしたりとかさ、そういう下品なことはもうしないでさ、まあ、品のある話やりたいね。あんま見られてる意識はないんだろうね。ないんだ、本当に自分の世界なんだろうね、うん、それはね、もう前半ダメ。人が隣にいて飲食店で自分がゲップしたことによって不愉快になるんだろうなってことを予想できないようじゃ、もうクソだよ、人間として。けど多分そういうやつはね、ゲップをそんなにクソだと思ってないんだよ。あ、もう価値観が全然違うんだ。そう、インパルスのヒタクラティで、うん、あいつがなんか小説書いてるのを知ってますよ。トリガーっていう、こんな引きがね。なんで訳したの。トリガーっていうのは、銃は嫌で、自分がおかしいと思ってないやつに関しては銃で撃ち殺しでも、マジで罪に問われないっていう、はいはいはい、っていう、はい、物語の話、はい、電車とかで新聞に拾われて、よくないって喧嘩して、なんかその電話つった時にドーンって言って警察が駆けつけて、トリガーって失礼しましたみたいな。それでそのいい国家の社会を作っていこうみたいな。だけど満員電車で新聞広げてるやついるよね。いるね、おっさんでしょ。うん、おっさん。100% 混じりっけなしのおっさんでしょ。まあ、新聞読んでるのはおっさんしかいないですから。まあな、若者はスマホだもん。はい、こうやるやついるじゃないですか。あ、いるいるいる、もう絶対こう、ここ、ここ今日はここみたいな。みんなこうしてるじゃんって思うじゃん。肩幅を強調するって言うの。え、こう、こんな、こんだかみたいな。おっさんやたら肩幅でかいやついるんだよね。あー、ぶてぶてしいおっさんね。撃ち殺してんの、そんなやつ。トリガー、トリガー、俺トリガーになるよ。バンバン撃ってくよ。俺でもすごい出よ、電車の中では。気ぃ利かして、もう本当に、まあ、ドアの近くだったらもうパッ出るし、あ、はい、すいません、出ますねって。あの、スマホもそんなやんないもん。まあ、あの余裕があった時にやるぐらい。それやるとここの肩がこうなるから、もう、あ、もういいよ、ブーってなっても出ない。もう俺もそこはもうちゃんとやっぱそういうおっさんたちを見てきたから、こいつらを反面教師にして。まあ、そういうのがあるから、まあこういう価値観になってるかもしれないし。あと開いて早々席を確保しにダッシュするやつ。本当に座りたいんや。あのおばはんが多いよ。あとおばはんがもう座りたがんのよ。そのスタートダッシュ何って思っちゃうよね。結構乗れなかったりして戻ってくる人いるの分かりますね、山手線。もう混みすぎて、ああ、一回入ろうと心見るんだけど入れなかった人、後からこうやって来たやつとかも、で、なんか平然と一番前に戻ってくるんですよ。ああ、乗れなかったわーとか言ってこうやってシュー。俺らは入れないってのもなんとなく見て分かったから、ここに留まって、で、次の電車を待とうっていう
人たちですよと。なんでオタクが売り上げ入って入れないの、まあ、なんとなく想像もせずにね、強引に入ろうとして入れなくて俺らの前に立つのすごい思うんですよね。わかる、それすげえある。うわーとか途中でブーッとバカなのこうやって乗ろうとするんですよ。もう絶対乗れねえじゃんっていうところで、乗れなかったわー、ふーって一番前ですよ。さあ、なんだろうね、もう引きがねえだよ、そんなやつには。トリガーだよ、ほんとね。比率的にやっぱおっさん、おばさんが圧倒的に多いんだよね。確かにおかしい若者もいるけど、いや俺おっさんおばさんの方が多いな、最近イライラするの。そういうマナーババアが多い。あ、ババアは多いな。あと車絶対入れない。横から俺もうライトピカピカしてんのに、もうババア前しか見えない。お前さ、ちょっとさ見ろや。今の顔やばかった。あのババアでも入ろうとします。入ろうとする今日ありましたよ、まず。なんで入れてくれないのバリに来るの、すごい強引だしね。もう何でも信号もない何でもない道をただジジイが歩いてるの。いやでもこっちは止まらざるを得ないし、えっと思うじゃん。でも普通に歩いてる。何の悪い部位でもなく。わかりますよ。引いていいんじゃないのマジで。ジジイは結構センター歩くよね。ジジイババアマジで多い、うん、でババアもチャリンコで横でパーッと信号もなんもない道をこうやって手やる、手やれば何でもすぐ危険しそうになってますね。まあでも俺もおっさんだけどな。